はい、皆さん、こんにちは。グッキンです。今回はですね、エッセンシャル思考から学ぶ選択と集中の力ということでお伝えしていきたいと思います。こちらはですね、人がどういったふうに自分の力っていうものを配分するのがいいのかっていうことについてのお話になっています。何かで成功していくには、この考え方っていうのが 必ず必要になってきますのでぜひ身につけておいてくださいまずエッセンシャル思考とはということでエッセンシャル思考っていう言葉聞いたことある方もいるかもしれませんしまあ聞いたことないっていう方もいると思うのでひ一言で説明しておきますとエッセンシャル思考っていうのは選択し集中することですね何かやることを決めて そしてそれに集中するっていうすごく単純なことなんですけどこれ違う言い方で言い換えますとより少なくしかしより良くというような言い方もできますつまり選択をしてより少なくですね絞ってそこに対して集中することによってより良く質の高い成果を上げることができるというような考え方になっています でまあ、まだ分かりづらいと思うので、まあ、力のイメージということで図にしてみたんですけれども、まあ、非エッセンシャル思考ということで、まあ、こちらはですね、まあ、エッセンシャル思考じゃない方の場合の力の使い方ですねそれがこの矢印で表れているんですけれども、まあ、この非エッセンシャル思考の方はです、ね、まんべんなくいろんなところに力を分散させて使っているという方がほとんどなんですよね。 なので、まあ、いろんなことを、えー、幅広くはカバーできるんですけれども、えーまあ、全てが浅く、えー、中途半端な成果に終わってしまうことが、えー、多いということですねで、まあ、エッセンシャル思考はどうなのかというと、まあ、大体想像つくと思うんですけれども、えーまあ、このような感じですねもう一点集中ですね、えーまあ、ある目標を掲げたら、えー、もうそれだけに力を注いでいくやり方ということになっています まあ、ある一点に対して、えーまあ、とてもすごい成果が、えー、出せるということですね。でやはり、えー、何か物事を成し遂げたいと思ったら、やっぱり、えー、この目標を達成するまではです、ねえー、この、えー、考え方っていうのをやっぱ実践するのが一番早いですね。どうしてもあの力が分散していると、えーまあ、いろんなことに、えー、気が取られてしまうし、まあ、やっぱりどれも中途半端になってしまうということなので、 ま,あまず何か目標ができたら、まあ、そこで成果を出すことだけを考えてやっていきましょうという考え方ですねで、まあ、なぜ選択と集中が必要なのかということで、まあ、さっき図のところで説明したんで改めて言う必要もないんですけれども、まあ、自分の持っている時間と能力でより多くの成果を上げるためということですね やっぱりどうしてもその人個人が持っている時間と能力っていうのは限られていますのでそれをですね何に当てていくかっていうのをちゃんと考えていこうよということですね。ふ、まあ、普段何も意識してなければあのエッセンシャル思考じゃないっていう方の方がほとんどだと思うのでそれをですねエッセンシャル思考の方に。 変えていくためにはどうしたらいいかということで、まあ、3つのステップというものを踏んでいくことによって思考を変えていくことができますで、まあ、そのステップっていうのがまず選択をするということですねそして、まあ、捨てるということでそして最後に集中的な行動をするということですねまず目標を選んで,でそれに対して不必要なものっていうものを排除して で残ったものに対して集中的に行動をしていくということで、まあ、非常にシンプルですよねで、まあ、今回はこの3つのステップを1つずつポイントを説明しながら説明していきたいと思いますでまず選択するというところですねでここはその名の通りで選択する、まあ、目指すものを明確にするということですねでここでポイントになってくるのが、まあ、目指すものを 完全に明確にするっていうことですねある程度明確にしておくとかそういったレベルじゃないんですよね完全に明確にするっていうのが非常に重要なところになってきますでまあ、えー、完全に明確にした上で、えー、それを目指すということを決めるということですね、えーまあ、ここも選択の意思が、えー、必要になってきますので、まあ、選択するという部分に入ってくるということですねでまあ、えー、その選択 でまあ、選択する意思っていうのは、まあ、やらされてる感ではなくて、えーまあ、自分から主体的にやろうという気持ちに変えていくということですね。ここ非常に大事ですね。でまあ、この目標をですね、えーまあ、完全に明確にするっていうところ、えー、これにはコツがありまして、えー、っとこちらですね、えーまあ、魅力的であり、えー、かつ具体的であること、これが、えーまあ、非常に重要になってきます。ここの目標設定を見スると、 本当にあの全てがうまくいかなくなってしまうので,で、まあ、ここはよくあの考えて、えー、設定をしていってほしいんですけれどもで、まあえー、具体的にどういった目標がいいのかと言いますと、えー、まず、えー、例を挙げますとこういういのですね。まあ、3ヶ月以内に、えー、自力で10万円以上稼げるようになるとか、まあ、これ非常に具体的ですよね、まあ、3ヶ月以内っていう期限も決まってるし、まあ、10万円以上稼ぐっていうのも具体的ですしで、まあ、魅力的でもありますよね でこの魅力的っていうのは、えーそのえー、今の現状の、えー、自分の中で魅力的であれば、えー、別に構わないのでそれは世間的に魅力的である必要はないので1000万稼ごうとか言わないと魅力的じゃないかどうかって言ったらそれはまた違うので、えー、まあそういうふうに覚えておいてくださいで、まあ、もう一つ例を挙げますと、えー、まあ1年以内には会社を辞めて、えー、まあ自分の時間を自分でコントロールできるようにするとか、えー、まあこれも非常にいいですよね 1>, 1年以内っていう期限も決まってるし、えーまあえー、自分の時間を自分でコントロールできるようにするということで、まあ、会社を辞めてっていうところで、えーまあ、どのぐらい稼げばいいのかっていうのも、まあ、完全に具体的になってますよね今の会社よりも稼げばいいということになると思うので、えーまあえー、こういった目標を立てていってくださいということですねで、まあ、ちょっとあのここには書いてないんですけれども、まあ、悪い例としては、えーまあ、自由になりたいとか、えー、100万円稼ぎたいとか えまあそういったものはあんまり良くないですね。な、え、ん、ー、でかっていうと、まあ、例えば自由になりたいっていうのは魅力的ではあるんですけども、も、まあ、全然具体的じゃないですよね。まあ、100万円稼ぎたいっていうのも、えー、あんまりあのいい目標じゃないですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まず期限がないっていうのと、えー、まあ,あとは、えー、その100万円をどういうふうに、えー、どういった手法で稼いでいきたいのかっていうのが入ってないので、えー、まあそこら辺も、えー、明確になるように。 えー、書いていただけるといいかなと思います、まあえー、まあこちらもですね三、まあ、ヶ月に自力でっていう、まあ、自力でっていうところをまあネットビジネスでとか、えー、そういったふうに、えー、自分の、えー、やりたいことに置き換えておくとより具体的でいいかもしれませんね、えーまあ、そんな感じで、まあ、目標っていうのはもう完全に明確にしてくださいそして、えーまあ、それを目指すということを決めてくださいそれはもうやるんだっていうふうに 決めること、まあそれが一番始まりですねでまあ今回説明するエッセンシャル思考の中ではこの部分がですね一番重要かなと僕は思っていますなのでまあぜひこの魅力的であり具体的な目標というものをまずは立ててみてくださいはい続いて捨てるということでもしくは断るということですねこちらはですね えまあ、目標の妨げになるものをえ特定し、まあ、手放すということで、まあ、トレードオフを意識するというふうに書いてあるんですけれどもえ、まあ、やっぱりえ何かを得ればえ何かを捨てなくちゃならないっていうのが、まあ、世の中の原則でありますのでえ、まあ、やっぱ何か目標を目指すのであればえ他のものはえ捨てていかなくちゃならないということですね、まあ、最初の方で見てもらったあの図を見てもらえば分かるんですけれども、まあ、全体的に 使っていた力をやっぱ1点に集中するってことはそれ以外は全部捨てていくということになりますのでこの捨てるっていう作業、ここ非常に力がいるんですけれどもここも重要になってきます、まあ、例えばどういったものを捨てていくのかと言いますと、まあ、例えば目標に関係のない仕事とかですね、まあ、選択の部分で立てた目標に対して、まあ、全く関係ない仕事ですねそういったものはしない方がいいですね 例えば会社員になるとしてもですねその目標に関係あるスキルを覚えられる仕事とかそういったものを選んでやっていったほうがいいですね全く関係ない仕事をただお金を稼ぐため生活費を稼ぐためにやるのはもったいないということですね続いて急にやってくる微妙なチャンスということで例えばですねいいバイトあるんだけどやらないみたいな話が来たとしても まあその時間っていうのを結局、その目標に向かったものに当てていった方がいいという場合がありますのでそういった時は、そういうチャンスはいい話であっても断っていくということですねこれが結構なかなかくせ者なんですけれども、まあ、やっぱりあの最初の選択の部分でしっかり目標を完全に明確化していれば、まあ、それと照らし合わせて判断すればきちっと 断るところは断れると思いますので、まあ、やはり最初の目標を明確化しておくということがここでも大事になってきますであとは飲み会とか食事会の誘いですねまあこれはやっぱりあの付き合いとかで行くような誘いっていうのは、まあ、できれば断っちゃった方がいいかなと僕は思いますね、まあ、もちろん、まあ、自分のやりたいことに関係する人との飲み会とか食事会であれば全然お金払ってでも行く価値あるんですけれども まあそうじゃない、ただなんとなくの飲みの誘いとか食事の誘いですね、そういったものはやはり目標に向かって集中的にやっているときは断っていった方がいいかなと、僕個人としては思いますね。で、その他の時間を奪うものですね、こちらはゲームとか漫画って書いてあるんですけれども、やはり何かに向かって集中したいときは、その期間だけでもですね、 えーまあ、こういったものを、えー、立っていくということも必要になってきますね、まあ、ちょっと、えー、こうやってみると結構厳しい感じもするんですけれども、まあ、何かを、えー、達成していくっていうのは結局そういうことなんですよね、まあ、僕もですね、まあ、ネットビジネスというものを始める前はですねこのゲームとか漫画もすごいあの読んだりやったりしてましたし、えーまあ、飲み会とか食事とかもかなり行ってたんですけれども、まあ、ネットビジネスをやってこれをやろうと集中的にやっていこうと決めてからはですね えまあ、こういったものを全部立っていきましたねで、まあ、そのおかげで成果が出たとも思っていますので本当に成果を出したいという方はですね、えー、こういったものをずばずばと、えー、立っていく覚悟が必要になってくると思います、はいえー、で最後に集中するということで、えー、まあ集中するというのはまあその名の通りで、えー、目標に向かって集中的に行動するということですねで、まあ、ここまででの段階で、えー、まあ目標を選択して でまあ、無駄なものを捨ててという作業が終わっているはずなのであとはまあ残ったものに対して、まあ、全勢力を集中させるという段階に入っていきますで、まあ、その集中するためにです、ね、必要なポイントというものを、まあ、何点か紹介したいと思いますでまず1つ目が、まあ、集中しやすい環境を作るということですねで、まあ、こちらも非常に大事ですね、まあ、例えば、えー、パソコンとか スペックの低いものを使っててなんかちょっと重くてやりづらいとかそういうのはあんまり良くないですねパソコンを使って仕事をしていくのであればやっぱある程度動きの軽くて使いやすいものを多少高くても買った方がいいと思いますねあとは机とか作業の机とかもあんまり狭いものを使うよりもちょっと広めのやつを無理してでも買って整えるということも必要になってくるかなと思います であとは、家にいて集中できないという方はです、ね、もうカフェとかに行って作業するとか、まあ、図書館に行って作業するとか、まあ、無理やり集中できる環境に持って行ってしまうということが必要になってきますね集中して作業をするというのは、まあ、思いのほか結構大変というか準備がいるので、まあ、その辺を意識して、まあ、投資するところは投資しながらやってみてくださいということですねで、えー、続いて体のコンディションを整えると。 いうことで、えーまあえー、集中するということで、まあ、実際体を壊してしまったらもう本当に何もできないので、えーまあ、ここだけは、えー、一番気を配ってほしいということですね、まあ、例えば睡眠時間とかを、まあ、大量に削って作業をするとか、まあ、そういったことっていうのはあんまりよくないですね、であれば、まあ、1日2時間ぐらいしか、えー、時間が取れないのであれば、えー、その2時間を、えー、いかに集中してできるかということを考えたほうがいいですね。 なので、まあ、最低限の、えーまあ、睡眠時間とか確保してもらって、まあ、あとは食生活とかもある程度、えー、見直してもらって、であとは運動ですね、えー、軽く運動する時間っていうものをと、えー、ってあげるということですね、えーまあ、特に、えー、専業でやってる方は、ですねもう一日中パソコンの前に座ってるなんていうこともザラなので、まあ、そうなってしまうと、本当にいろんな不具合が出てくるんですよね、体に。なので、まあえー、ちょっと1時間ぐらい散歩をする時間を取ってみたりとか。 そういった時間を意識的に作るようにしてみてください本当に体っていうのはあなたの財産の9割方を占めてるのでそこを大事にしてあげてくださいで最後に時間よりも成果に注目するということでさっき睡眠時間の話をした時に言いましたけれどもだらだらと時間をとって作業をしてもですね成果が出てなければ意味がないんですよね特にネットビジネスとかだとサラリーマンじゃないので まあ時間やってれば給料がもらえるっていうものではないんですよね、成果が出て、初めてそれが報酬につながっていくということなので、まあ、ダラダラと4時間、5時間と全然進まない作業をするんであれば、まあ、2時間だけって決めて、そこできっちりと質の高い作業を進めていった方が有意義になりますので、その行動の質の高さですね、まあ、そういったものを意識して行動をしてみてください。 はい、えーまあ、そんな感じで集中的に行動する際はですねこの3つのポイントをです押、ね、さ、まあ、えながらやってみてください、はいえー、というわけで最後まとめということで、えー、今回の話をまとめますと、えー、まずは目標を設定して、えー、それをやると決めるということですね、えーまあ、ここは完全に目標を明確化するということがポイントでしたで、えー、続いてそのために障害となるものを取り除くということで、えーまあ、捨てたりとか、えー、断ったりとか 今までそれとなくやってきたことを目標と照らし合わせて取捨選択をしてくださいそして残ったところに最後は集中的に作業をしていくということですねこれを意識することによってかなり早く成果を出すことができますのでぜひ自分の力の使いどころですねそういったものを意識して作業に取り掛かるようにしてください 最後に迷ったときはということでいろいろ作業をしているとどうしても不安になったり迷ったりすることもあると思うんですけれどもそういったときはこちらの言葉を思い出してください教えてくださいあなたは何をするのですかこの激しくかけがえのない一度きりの人生でということでメアリー・オリバーという方の言葉なんですけれども結局はですね あなたがその人生を通して何をしたいのかっていうものを再確認することによってまた明確な目標っていうものを打ち出すことができると思いますのでぜひ本当に迷ってしまったときはこの言葉を思い出して今一度頑張ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になりますどうもありがとうございました。ここままでで動画をごご覧いいただきありがとうざす YouTube チャンネルやブログの方は 最新の情報をどんどん更新していますのでもしよければ登録してください。はい、というわけで次回の動画でまたお会いしましょう。